岡市東区の九州産業大学です。辺りが暗くなり始めた午後7時過ぎ、キャンパス内に家族連れや学生たちが集まってきました。そのお目当てはおったおるおる、あれあれあれ、黄緑色の淡い光を点滅させる初夏の風物詩、ホタルです。あの木のあそこにいた初めて見たね、うん、綺麗でしたね、本当にいると思ってなかったです。よかった。大学が地元の住民などを招いて開いたホタルの鑑賞会。新型コロナの影響で4年ぶりの開催となりました。九州産業大学は自然と生き物が共生するキャンパスを目指して、2017年に庭園を整備し、翌年から毎年ホタルの幼虫を放流しています。今年も3月におよそ600匹を地元の子どもたちと一緒に川に放ちました。今月に入り10匹ほどが羽化してキャンパス内を飛んでいます。都市部では珍しいホタルの姿を見ようと、家族連れや学生などこれまでで最も多いおよそ500人が訪れ、ホタルの淡い光に見入っていました。見えたちっちゃかった、葉っぱに止まってるところ、葉っぱに止まってるとこどうだった、葉っぱに止まってるとこ綺麗だった大都会の中でもこんなところにもホタルがいるんだよって見せれてよかったかなと思います。すごい環境を整えるの大変そうだなっていうのがあって、なんかすごいよくこんなこと思いついたなっていう、しみじみと季節の変わり目を感じて、なんか寂しくなりますよね、悲しくて、けどなんかそれもいい思い出に九州産業大学はいずれはホタルがこの場所に定着してくれることを願っています。久しぶりにですね、開催してみて、やはり地域の方がこれほど喜んでくれるというのがですね、非常に嬉しかったですね。今日は素敵なキャンパスというのを感じてもらえたのかなと思ってます。いずれはここでですね、もう自然に、毎年飛ぶような形というのを周りの方々と一緒になって、作れていけたら一番いいなと思ってます。